テオダ・ハドは、東強盗王国の第四代国王。イタリア語読みではテオダ・ート。大王、テオドリックの妹アマラ・フリダの息子で、テオドリックのおいにあたる。テオドリックの娘でいとこでもあるアマラ・スンタから、共同統治者として指名されたが反旗を翻し、幽閉。後に、アマラ・スンタは彼女に恨みを持つ人物によって、殺害され、テオダ・ハドは、 王位を独占する形となったが、彼女の被護者を辞任していた東ローマ帝国のユスティニアヌス一世に侵略の口実を与える格好となり、非合の死を遂げた。アマル家の血筋で、アマラフリだが、バンダル王国に嫁ぐ前に、記録に残っていない男性との間に設けた子である。トスカーナ地方を領地としていたため、 フランク王国からトゥーシア公と呼ばれていたが、後に東ゴート王国が危機的状況に陥った時、トスカーナの領地を東ローマ帝国に移動し、コンスタンティノポリスで安楽な生活を送ろうと試みたこともある。また、危機に際しても優柔不断で逃亡を試みるなど適切な対処ができなかった。このような性格のため、テオドリックに大変嫌われ、 アマル家の出自であったにもかかわらず、彼に告発されて二度にわたり、法廷に立たされたこともある。テオドリックの死後、テオダハドはハンアマラスンタ派の狩猟となり、将軍トゥリニア、キュプリアヌスラと共に、532年から533年にかけてアマラスンタに圧力をかけた。しかし、アマラスンタは、フランク王国のアレラテ信仰の際に反対派の、 将軍を暗殺することに成功した。主要なメンバーを更迭したため、反対派の勢力は衰えた。テオダハドは、アマル家の血筋であったため、534年に、共同統治者に指名されはしたが、アマラスンタによって実権は剥奪された。このため、同年末、テオダハドは突如反乱を起こし、アマラスンタを追放して、東ト王国の王位についた。アマラスンタは、 ウォルシニーコに遊兵され、さらに彼女に恨みを持つ人物に暗殺されたが、この措置は、イタリア半島の奪回を目論む東ローマ帝国の皇帝エスティニアヌスに、格好の口実を与えることになる。東ローマ帝国は、アマラスンタ暗殺の報復として、将軍ベリサリウス率いる艦隊をシチリア島に差し向け、これを陥落させた。加えて、ダルマティアからは、 将軍ムンド率いる陸戦部隊がイタリアを目指した。テオダハドは皇帝施設ペトルスに対して交渉を行い、事態の沈静化を図ったが、カルタゴの反乱によってベリサリウスが北、イタリアに赴き、ムンド率いる陸上部隊がゴート軍によって殲滅させられると一転してペトルスを投獄し、東ローマ帝国に対して対決姿勢を取り始めた。 しかし東ローマ帝国はすぐにダルマティアを奪還した。カルタゴを抑えたベリサリウスは再びイタリア半島を目指し、ほとんど抵抗なく北上し、3週間の包囲の後、536年にナポリを征服した。追い詰められたテオダハドは、ゴート軍の集結するローマに赴いたが、煮え切らない態度にゴーを煮やした、ゴート族たちは536年11月、テオダハドに対して、 退位を要求した。これに慌てたテオダハドは、ラベンナに逃亡したが、その途上の12月初旬に、ゴート軍の総司令官で後継に任命された将軍、ウィキギスの命を受けた資格に暗殺された。ありがとうございます。